楽しむ、つながる新しい小松未来型図書館ができたら、まずはみんな、積極的に、楽しむことから始めて、楽しむことでいろんな人とつながる図書館になればいいなと思います。地元の人もそうでない人も小松市の魅力を再発見できるような図書館にしたいです。小松ミーツ、巡る、つながる、出会いの小松です。未来型図書館ができたら、いろんな人が巡ったり、つながったり、出会ったりできる小松になってくれればいいなと思います。子どもから大人までみんなが笑顔あふれる図書館を作りたいです。町の未来はここ図書館から始まる。人の一番の根本の思いは知りたいということです。知りたいという思いを原点にして、図書館でみんながつながり、それが町の発展につながっていくと思います。未来型の図書館ということで小松市の取り組みが進んでいます。未来型の図書館と何か、それぞれ考え方があると思いますけれども、私はこの2点だと思っています。1つはテクノロジー、このリビングラボでもね、いろんな実証実験とか体験とかやってるんですけど、さまざまな技術を使ってより良いサービス、より良い図書館を作っていくということが1つ。もう1つは共同です。市民の皆さんと一緒に作る。役所が税金を使ってサービスを提供するのではなくて、その図書館自体をみんなで作って、みんなで動かしていくということが大事だと思います。このリビングラボは老若男女、小学生からもっと小さい子もいたかな、高齢の方まで、それから立場も超えて、地域で働いていらっしゃる方、生活していらっしゃる方、議員さんも、それから市役所の皆さんも、みんな同じテーブルで同列で議論をしている。でそこを市長も関わってくるというですね、全国的にも非常に優れた取り組みだというふうに思います。図書館作りの時点からすでに共同ということが実現できているのかなというふうに思っています。はい、全国に誇れる図書館になるなというふうに確信しています。